近世朝鮮語、近世朝鮮語あるいは近代朝鮮語とは17世紀以降の朝鮮語を指す。河野六郎の定義によれば、近世朝鮮語は文禄の約1592年以降、現代に至るまでの朝鮮語を指すが、20世紀以降の言語を現代朝鮮語と呼ぶ場合が多い。韓国では通常近代国語と現代国語を区分する。 近代国語は、人心和乱、文録の約1592年から、開花期19世紀末までの朝鮮語を指す。近年では、近世朝鮮語研究の進化に伴い、18世紀中央を境にして、前期近代国語と後期近代国語に分ける傾向にある。本項目では、近世朝鮮語のうち現代の言語を除いた17世紀から19世紀の、 言語の特徴について外観する。なお、本文中の朝鮮語のローマ字表記法は、福井礼法式の本字である。現代朝鮮語に用いられない、ハングルのローマ字への本字に関しては、中期朝鮮語の項を参照。16世紀までその痕跡を保っていた、語中の優勢音は17世紀には見られない。和に変化し、とは音化を失った。 中期朝鮮語においてという音連続であったものは、近世朝鮮語に入りに変化した。初声の合わせような見きは17世紀初めに混乱が見られ、この頃に初声の位置における副詩院が消滅し、脳と移行したものと見られる、口述、表記法、参照。近世朝鮮語期に特徴的な音変化として、郊外音化がある、絶音、など、 キバ音、など、の直後に母音及び、ハンボインが来ると、などの高校外音になる現象が17世紀後半より、見られ、18世紀に一般化する。近世朝鮮語においては、オ音の高外音化も起こる。オ音、などは、中期朝鮮語においては非高外音、であったが、これらの音は18世紀に母音及び、ハンボインの直前で、高外音化して、となり、 19世紀に入って、他の母音の直前においても、高外音化する。後頭において母音及び、半母音に先んじるが脱落する現象、等音法則は、18世紀後半から見られる。母音、アレアは16世紀に、第二音節以降において、音化を失ったが、第一音節のは17世紀に入って、音化を失い始め、18世紀後半に変化が、 完了したとみられる。といった母音は中期朝鮮語では二重母音と発音されたが、これらの二重母音は18世紀末から19世紀初にかけて現代朝鮮語のように単母音化する。近世朝鮮語の表記法は中期朝鮮語期から続く表音主義的な表記法を踏襲している。ただし、成分化された聖書法があったわけではないので、表記の方法は、 慣習的なものであった。それゆえに統一性にかけ、また多様な表記があり得た。激音の表記に、のように、激音字簿の左に、襲える表記例が見られる、スコロ、花でなど、ノートの表記は、非常に混乱した。のように、平音字簿の左に、襲える、表記法、敬語用な見書きと、のように、襲える、表記法、敬語用な見書きが、一般的であるが、 それ以外にも現代の表記法と同様の各自、並書も見られる。また、中期朝鮮語において副シ音を表記した三字の合わせようも近世朝鮮語で見られるが、これらは表記通りに発音したのではなく単にノーを表したものと推測される。という表記は解雇主義的な表記法と言えよう。音の表記に至っては、や、といった得意な表記も見られる。 五感と五尾の境界における表記法は、中期朝鮮語期にあっては、体がのように五感と五尾を区分せず発音通りに、綴る、表記法、連定がほとんどであった。しかし、近世朝鮮語期には連定の他に、体がのように五感と五尾を区分する、表記法、分綴りや、深くのように修正と初声を二重に綴る、表記法、重綴りといった多様な方法でこと五尾の境界が、 表示された。中期朝鮮語において、小末に思っていた大元、いわゆる極用大元は、近世朝鮮語の前期までその語形を維持していたが、後期になって、現代語のように末音のが脱落した。小松のの一部は、現代語においてで現れる場合がある。近世朝鮮語の覚悟日の主な特徴は、以下の通りである。近世朝鮮語において、 が朝鮮語の音韻から消滅したため、中期朝鮮語において、語間末に修正を有していた要言は、音が W に変化し、修正を有していた要言は、が完全に脱落した。このようにして、現代朝鮮語に見られる、変革要言、変革要言が、近世朝鮮語期に形成された。中期朝鮮語に存在したいわゆる、糸法は、 近世朝鮮語において消滅する。要言の活用においては、見事トマ法、大群法といった、敬語表現に、顕著な変化が見られる。見事トマ法のうち、尊敬設備時はそのまま維持されたが、健常設備時は後ろにつく語尾類と融合して一つの語尾とし、健常の意味を失い、全体で、丁寧の意味を担うようになった。中期朝鮮語における、丁寧の設備字、G マイナスも、 他の語尾類と融合し、固有の形と意味を失った。現在設備時 N が、終止形語尾マイナスの直前において、母音が脱落してと現れる。現代語の現在終止形マイナスはここに遡る。現代語の過去設備時は中期朝鮮語のに、遡るが、中期朝鮮語では完了の意味として用いられていた。これらの形は、近世朝鮮語では、 過去を表す形として用いられるようになった。自走設備時のうち引く体と引く体は、中期朝鮮後においては尊敬設備時の直前に来るのが一般的であったが、近世朝鮮後においては引く体の直後に来てという順序になる。この順序は現代朝鮮後も同様である。医師、水量を表すは近世朝鮮後期に形成されたが、その起源については未だ明らかではない。 これまでは接続形あるいは自創設備時に存在し、あるがついたとする説が有力であったが、文献資料による裏付けが十分でない。近年では、マイナスに、動詞 H、するの過去型 H、イアスマイナスがつき、それがと、縮約されて形成されたとする説も唱えられている。近世朝鮮語の同名詞形、体元形は現代朝鮮語と同じく体である。 中期朝鮮語に存在したは、近世朝鮮語期に入り失われた。その一方で、中期朝鮮語では稀であったが、近世朝鮮語になってから多く見られるようになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。